はい、皆さんこんにちは、サンシャイン今村です。現在私はこちら近鉄富田林駅前の方に来ております。本日は2023年12月をもってバス事業を廃止する金剛バスに乗っていきたいと思います。皆さんもニュースでご覧になった方も多いと思うんですが、大阪の南部エリア、主に富田林地域や河内長野エリアで運行している金剛バスというバス会社がですね、運転手不足などの影響により2023年12月をもって運行を終了してしまうんですね。個人的には大阪のバス会社がもうバス事業を丸ごと廃止するっていうのに非常に驚いておりまして、今回はですね、この金剛バスの実態だったり、実際に路線に乗車して利用状況だったりをね、観察していこうかなと思います。皆さんもね、この動画をきっかけにバス路線問題について考えるきっかけになっていただけたらいいかなと思っております。それでは行ってみましょう。それでは動画を始める前に近鉄富田林駅について、ね、ちょっと見ていこうかなと思います。ご覧のように阿部の橋駅から準急電車で1本で来ることができます。これで列車の運行本数もこんな感じで、基本的に15分に1本阿部の橋行きの準急列車が運転されてるんですね。これを見るとね、非常に大阪阿部の橋へのアクセスは便利だなと個人的には思いました。所要時間はこの富田林から阿部の橋駅まで準急列車乗るだけで30分で行けるというのも便利ですね。駅舎はこんな感じで2面2線のホームとなっていまして、阿部の橋から富田林までは複線区間になっていたので、ね、結構列車も走れるなという印象を受けました。では続いて駅前のねバス路線図を見ていきたいと思います。それでは路線について解説をしていきたいと思います。主に金剛バスさんはですね、富田林駅を中心に路線展開をしています。例えば富田林循環線だったりとか、遠いところだったら千早赤坂村にあります千早ロープウェイ前というところにバス路線が展開されていたりとか、あとはですね、南大阪線の上野大志駅とか隣の岸駅などにも路線展開をしておりまして、かなりこの近鉄長野線南大阪線沿線で広大な路線展開をしていることが伺えます。続いて路線図を見ていきたいと思います。こんな感じでね、全部のバス停の路線図が書いてるなんてなかなかないですよね。それで初乗り料金は160円となっていてね、近鉄より安いですね。それで一番高いとこだったら千早ロープウェイ前行きの590円となっています。それでバス乗り場は結構こんな感じで4つある感じでシンプルですね。ちなみに阿部の橋からやってきた電車のね、降りたホームの前にねバスロータリーがあるので迷わないかなと思います。ではね、バス停の方行ってみたいと思います。はい、金剛バスのバスはね、あちらの左側の緑のね車両になっています。であちらに南海バスが来ているんですが、この金剛バスがなくなってからは南海バスと近鉄バスが路線の一部の運行を担うということで、これは改めて解説をしていこうと思います。なのでね、金剛バスとこの南海バスが並ぶ光景というのはね、非常に珍しいものになるのではないかなと思います。はい、いろいろバス停を見てきたんですけれども、今回はねこのバスに乗ってとりあえず終点のとこまで行ってみたいと思います。カンナビってとこですね。本当は富田林循環とかっていうバスもあるんですけど、そのバスはなんか機能を持って運行を終了したみたいです。なので今回はカンナビに行ってまた富田林の方に戻ってくるルートで乗っていきたいと思います。それではカンナビ行きのバスが出発したので、カンナビの方に行ってみたいと思います。撮影時はこのバスを含めて4台のバスが停車していました。バスの運行間隔は各路線1時間に1本程度が平均となっていて、多くて1時間2本ある感じでしたね。手前のバスはだいたい乗客が3人ほど乗っていましたね。撮影したのが昼間だったんですけれども、だいたいバスのロータリーにいるのはだいたい多くて1人2人ぐらいな感じで、南大阪線の電車が来たタイミングだったらまあ人がちょっと増えるような感じの印象を受けましたね。それではバスが出発しました。ここでカンナビからやってきた富田林行きのバスとすれ違うんですが、こちらは多くの乗客が乗っていますね。ざっと見た感じ10人以上乗っているので、この路線は時間帯によっては需要があるのかなと思いました。そしてこの辺りをね右折して山の方にね向かっていくわけなんですけど、だいたいこの辺りにはキリン堂だったりとか
そういう飲食店だったり、あんな感じでスーパーがあったりね、だいたいこの辺りに富田林の生活に必要なスーパー、ドラッグストアが揃っているなと印象を受けました。結構立派ですよね。そしてバスは石川という川を渡っていきます。まあだいたい川幅でいうと高槻の芥川ぐらいかなと思います。それにしてもね、撮影日はすごい日光が強かったんで、ところどころね日差しが強い場面もあるかもしれませんが許してください。そしてバスは富田林から5つ目のバス停、西板持バス停に到着しました。このバス停では3人の乗客が降りていきましたね。この便に乗っていた乗客は私入れて5人なんですけれども、もう半分以上が降りていったということになります。結構短距離需要が多いのかなという印象を受けました。そして隣のバス停、板持バス停に到着したわけなんですけど、もうここで私を除いた1人のお客様が降りていかれたので、もう最終的には1人になっていて、もう貸し切り状態になりました。いや貸し切り状態になるの早いですね。はい、今ね板持というバス停を出たところなんですけど、見てください。もうね最初は、私除いて4人ぐらい乗客が乗ってたんですけれども、一つのバス停で3人一気に降りていかれて、さっきのねバス停で1人降りていった感じで、もう車内はねもうガラガラとなっています。後ろもねこんな感じで誰も乗っていません。これで驚いたのはね、ここ進行方向に向いた座席じゃなくてね、ロングシートみたいな感じで壁に沿って座席が並んでるのは面白いなと思いました。いや開始10分でねこんな感じで誰もいなくなるっていうのはさすがに驚きましたね。そしてもう車内には誰もいないので、終点のカンナビバス停までねもうノンストップで運行するわけなんですが、いやこれをね考えると、私一人のためにバスを運行してくれてるなんて思うと、なんか切ないですよね。ここで金剛バスについて解説をしていきます。金剛バスは正式名称金剛自動車という名前になっていまして、主に富田林市、河南町、大志町、千早赤坂村などでバス事業、タクシー事業を展開している会社になっています。この金剛バスって面白いポイントがいくつかありまして、まず大阪府内のバスの中で唯一どこの私鉄会社にも属さない独立の会社となっています。また驚いたのがですね、このバス大阪府内を走る路線バスなどにもかかわらず、交通系 IC カードが使えず現金払いのみとなっているというのに驚きました。しかし新型コロナウイルスの感染拡大の影響で乗務員不足が深刻化していき、路線の廃止やバスの減便等も行っていたんですが、状況が改善されなかったことから12月20日をもって廃止となることが決定したそうです。そしてバスは結構畑とか山が広がる田舎チックな場所を走行していきます。やっぱり大都市圏であっても少し離れた山に近いとこだったらね、こんな感じで自然緑がね広がっているとこが多くあってね、個人的にもなんか都会から離れてなんか違う場所に来たなという気分になります。ちょっとね日差しが強くて見えにくいかもしれないですけど、そこは許してください。いやでもこの景色もねなんか偶然乗ったんですけど絶景に出会えたなという感じですね。そして富田林駅から約25分、バスは終点のカンナビバス停に到着しました。いや適当にね乗ってもう飛ばされたみたいな感覚で来たんですけど、いやカンナビバス停の周辺って結構山に囲まれているなというのが第一印象でしたね。いやすごいとこに来たな。はい、カンナビというバス停に到着しました。このバスはね折り返し富田林行きになるんですけど、ここでバックで折り返してあっちのバス乗り場に行くみたいなので、ちょっとこの光景を見ていこうと思います。これで再びあちらの乗り場から富田林行きとなって来た道を折り返すということになります。ではね滞在時間ちょっとしかないんですけど、これ乗ってまた富田林駅の方に戻りたいと思います。なんかねここからもまた山の方にバスが出てるんですけど、こっちはね1日4本しかないということで、かなり本数が少ないですね。そしてこちらのカンナビから富田林行きのバスはですね、基本的に1時間に1本走っていて、一部が福祉センターを経由するバスとなっています。まあでも朝は6時半から夜はね21時10分まで運行しているということで、かなりね時間の幅は広いなというふうな印象を受けましたね。
それではカンナビバス停での滞在時間は約5分だったんですけれども、来た道を戻っていきたいと思います。運転士さんの情報によりますと、この終点のカンナビまで来る人っていうのは1日2名ぐらいしかいなくて、それも朝とか夕方のラッシュ時間に限られるということなので、日中終点まで乗る人は少ないみたいです。まあこんな感じで山の中にね来るっていうのもね、なかなかマニアの人しかねいないと思いますね。そしてこの辺りではね、画面左中央ぐらいね、大阪平野をね街並みを見ることができます。山の方に来るとね、ここから見る景色がねやっぱ絶景ですね。そしてこのバス行きと違う点がありまして、行きはそのまままっすぐ神奈美の方に行ってたんですが、帰りのバスは本郷福祉センター前というバス停を経由するので、ちょっと違ったルートで走行していくんですね。そしてここで南海バスの教習車とすれ違います。この金剛バスの路線っていうのは近鉄バスと南海バスに移管されるんですが、金剛福祉センター線は南海バスが移管することになっているそうです。そしてバスは金剛福祉センター前に到着しました。驚いたのが、このバス停でだいたい5人ぐらいね乗客が一気に乗ってきたというのが驚きました。運転手さんによると、この近くに学校などがあるらしいです。金剛福祉センター前バス停を経由して山を降りていくわけなんですが、やっぱりバスっていうのはこういう山の方にある公共施設みたいなところに路線を広げて運行できるというのがね、やっぱ一番のメリットなので、こういう地域に合った運行の仕方をやるっていうのもね、いい取り組みだと思います。そしてやっぱり山の方に来ると魅力っていうのがね、この田んぼと奥に広がる金剛山系の山を見ることができることですよね。やっぱり大阪でも田舎風な景色が見れるっていうのをね、皆さんには伝えたいですね。それでは金剛バスが廃止になったら、今走ってる金剛バスの路線はどうなるのかについて解説をしていきます。まず利用者の多い5路線に限定して、南海バスと近鉄バスが金剛バスの路線を引き継ぐということになります。主に大志町や河南町のエリアを近鉄バス、富田林市や千早赤坂村の路線は南海バスが引き継ぐということになります。現在乗っているカンナビの方も南海バスが引き継ぎます。金剛バスの路線を近鉄バスや南海バスが路線を引き継ぐと言ったんですが、これらの路線は全て地方自治体が一部出資するコミュニティバス方式で引き継がれることになります。先ほど南海バスの大型の車両が教習車として走ってたんですけど、あのタイプの車両が走るかは個人的にはちょっとわからなかったです。しかしそのコミュニティ方式で走るのは5つの路線に現在は限られていて、利用者が少ない路線は廃止になったりとか、一部の路線は地方自治体がやるワゴンタイプの車の車両で走ったりするなど、まあ大きな変更が行われるということになります。個人的にはこの富田林エリアの公共交通機関を残すためにやったある程度の限界が今公表されている策なのかなと思います。はい、富田林駅に到着しました。乗ってきたバスはですね、次は東山大阪芸術大学前行きになるみたいです。なんでね、もういろんなとこをねバスが行ったり来たりしてる感じですね。ではね、今日通ってきたルートのおさらいをしていきたいと思います。まず富田林駅からこう行きまして、カンナビ、それでカンナビから福祉センターを経由して富田林というような感じのルートになっています。運転手もね気さくな方でね、いろいろ話聞けたので良かったですね。まあところどころそういう話もしているので、まあそういうことを聞いたということになります。ではちょっとね、駅の反対側にも行ってみたいと思います。はい、駅の反対側にやってきました。駅の反対側はですね、近鉄バスの乗り場がありまして、主に PL の病院だったりとか、南大阪線の河内松原駅だったり、南海高野線の北野田駅だったりを結んでいるみたいです。本数もねかなりありますね。例えばこの金剛高校行きとかの2番乗り場から出発するバスは1時間に3本はねある感じになっています。今後はこういう近鉄バスとか南海バスが先ほどのね金剛バスの路線を輸送になっていくというような形になっていきます。ではエンディングです。はい、12月をもってバス事業を終了してしまう金剛バスの動画、いかがだったでしょうか。
個人的に印象に残ってる話はやっぱり運転士がいないから廃止になってしまう影響が大きいということがね、非常に今回運転手の方から聞いて非常に印象に残りました。やっぱり現在2024年問題みたいな感じでバスの運転手の労働時間の改善問題だったりとか、バスの運転手そのものが減少している問題っていうのがある中で、やっぱりバスの運転手がいないからもうバス会社ごとなくなってしまうっていうのはね、やっぱり地元の人からしてもまあちょっと大変になると思いますし、バス会社から見たとしても廃止にしたくないのにもうやむを得なく廃止にしてしまうみたいな感じで、やっぱりすごい個人的にこのニュース聞いた時は非常に悲しいなって思いました。やっぱり大阪とかでこのような事例が起きてるっていうことは、今後日本各地でもバスの運転手不足によって路線が減便廃止、もう最悪の場合だとバス会社ごとなくなるっていう事例が起きていくかもしれません。やっぱりバス路線に乗ってバスを維持していくっていう方法もあるんですけど、今後はやっぱり運転手の労働時間の改善だったり、そう、もう少し例えばですね、第二種免許の取得の費用を補助したり、ワゴンタイプのオンデマンドバスを導入して、その二種免許を持ってない人でもね、運転できる、まあ大型免許がなくてもね、運転できるような体制を整えたり、まあ解決策っていうのはね、いろいろあると思うので、自分もその公共政策のことを学んでいるんですけど、そういう乗務員にとってもメリットがあり、乗客にとってもメリットがある公共交通手段っていうものをね、考えるきっかけになればいいのではないかなと、この動画を通じて私は思います。皆さんも金剛バス乗車されてない方いらっしゃいましたら、また乗ってあげてください。では、この辺で動画を終わります。本日もご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。